天宮啓太は日本の映画監督、イラストレーター、キャラクターデザイナー、有限会社クラウド代表、国際 SF アートコンテスト等、数々の受賞歴を持つ、千葉県出身。1978年、阿佐ヶ谷美術専門学校に入学。同校を中退後、1981年に伝フィルムエフェクトに入社。その間に、自主制作映画、 スイートホームを発表し話題となる。1983年に有限会社クラウドを設立。篠原保元や安倍光等といった人材を輩出した。その後雑誌、宇宙船編集長の村山実のるの紹介で、居住特捜ジャスピオンにて初めてキャラクターデザインを担当。翌年の時空戦士スピル版よりメインでキャラクターデザインを手掛けるようになる。 当時、東映のプロデューサーであった吉川進は、後に天宮が監督した未来忍者を見せてもらった際、当時、吉川の上司であった渡辺良徳も感心し、今後の東映の戦力として参加させていこうという話になったことを実感している。映画監督としては1988年の未来忍者慶運記を紫外伝でデビュー。 代表作には1991年公開のジェーラムや東映スーパーヒーローフェア、ダオの月など。近年は自ら原作まで手掛けることも多く、これまでに鉄鋼機三日月や魔法少女隊、アルス、続編も多数制作されたガロー、ガロマイナスなど、分野を問わず多彩な活動を見せている。超人戦隊、Z マンでは、テレビ作品発演室にして、 パイロット版の監督に抜擢されている。東映プロデューサーの鈴木武之は未来忍者を見ていけると直感したと述べている。東映とはずっと密月の関係だったが、人造人間破壊だを最後に、それ以降東映作品の演出からは遠ざかっていた。しかし2009年制作の仮面ライダーディケードでカイマロボットシュバリアンのキャラクターデザインを担当、約13年ぶりに、 東映作品に参加した。幼少時より特撮が好きで、特に仮面ライダーは少年仮面ライダー対単員番号ナンバー2を持つほどのファンであったという。活動初期の1980年代について、自身は格好悪いものや気持ち悪いものの中にある格好良さなどに魅力を感じていたが、バブル景気前の日本社会にはそういったネガティブに見えるものは拒絶されていたと述解している。 時代劇やスター・ウォーズシリーズなどを愛好しており、その原点は黒沢明の監督作品であるという。未来忍者やタオの月など自作品でもそのイメージを取り入れている。作品の世界観については非日常で囲まれているものが居心地がいいと述べており、未来忍者のような丸ごと異世界であるものが好みだという。 ガングが好きで、鉄光機三日月では、ブリキのロボットをモチーフとした月光機を登場させている。アマミヤは三日月について、男の子が大好きなものを詰め込んだ作品と述べており、自身もまた40の男の子であると称している。時空戦士スピル版では、ゲスト怪人の大半がメカ系キャラクターであったが、アマミヤ自身はメカはあまり好きではないと言い。 実写でリアリティを感じさせるロボを表現するのは難しいと述べている。ウルトラマン USA への参加は、その前に企画されていた実装時秋尾監督予定の映画、ウルトラ級モンスターコンチェルトの怪獣デザイン公募に応募したのがきっかけで起用された。未来忍者では、アマミアは当初企画として参加していたが、世界観を委ねる監督の候補が上がらなかったため、 内容を熟知している甘宮が名乗りを上げたという。当時は監督を続けることになるとは考えておらず、職業として意識したのはゼーラムからであると述べている。モデルアニメーションを作品に取り入れているのも特徴である。軌道刑事事版の劇場版に登場した第二場の井戸は一部をモデルアニメーションで表現しており、その演出も担当したが造形物が大きいため、 東映の現場では不評で、自社でできればよかったとの思いを抱いた。こうしたことをきっかけに、イメージ通りに表現するには、ある程度コントロールできる立場にいなければならないと、感じ、監督をやるしかないと考えるようになったという。ジェットマンに出演した、若松俊秀は、天宮の印象を、おとなしい人と評しているが、天宮自ら若松演じる外のメイン会は、 自身が担当すると宣言していたという。またオーディションの時は甘宮と黒沢映画の話で盛り上がったという。画廊、ガロシリーズに出演する小生良生は甘宮について初期は細かい部分にまで演技指導が入り厳しかったが、そのおかげで自信を持って演じられるようになったといい、また自宅では現場とは違い優しく、そのギャップにも好感を持ったことを述べている。 ジェットマンのメインライターを務めた井上俊樹とは、その数年前に未制作に終わったオリジナル作品の企画で出会っていた。井上は、天宮とは同い年で、最初から上がっていたと述べている。俳優の蛍幸次郎は、ジェラムを皮切りに、天宮の監督作品に多く出演しており、自ら天宮組の番頭を自認している。 映画監督の金田龍斗は1989年の東京国際ファンタスティック映画祭で出会って以来講師にわたる交友うう関係が続いている。デザイナーの寺田克也は専門学校時代の後輩にあたる。若い頃は寺田がクラウドやアマミヤの自宅に出入りしており、アマミヤは宿泊代として超人気メタルダーのデザインを寺田に振っている。大事提供。 ありがとうございます。